バーラクザヤサは19世紀中盤から1973年までアフガニスタンに存在した王朝。首都はカーブル。中央アジアがロシアとイギリスの対立の舞台となる中で両者の対立を利用しつつ3度にわたってイギリスと戦争を繰り広げ独立を確保して現在のアフガニスタンの国境線を確定した外敵との戦いは アフガン人の国民意識の形成にも寄与した。パシュトゥーン人のドゥッダーニー部族連合、バーラクザイ部族が君主を出したため、バーラクザイアサと呼ばれる。バーラクザイとは、バーラクのコラの意で、部族のその名に由来する。ドゥッダーニー部族連合が君主を出した点で、抗議のドゥッダーニーアサの一部とされることもある。抗議のドゥッダーニーアサは、 サドウザイアサとバーラクザイアサを合わせた故障である。初代アミールドースト・ムハンマドの名から、その家門は、ムハンマドザイと呼ばれるため、ムハンマドザイチの名でも呼ばれる。ドースト・ムハンマドの子孫による君主の継承は1929年に、途絶し、冒険、ムサーヒバーン家のムハンマドナーディルシャーが王国を、就航した。1929年以降も、ムハンマドザイとすることもあれば、 ムサーヒバーン・アサと呼んで区別することもある。本校では、ドースト・ムハンマド以後1973年の王政廃止まで続いたバーラクザイ部族の王朝をバーラクザイ朝とする。君主の称号は、1826年の成立時にはハーンであったが、1835年にアミール、1926年にシャーに変更している。これにより、国名も、 アフガニスタン主張国、アフガニスタン王国と呼び分けられる。ドースト・ムハンマド・ハーン。ジェームズ・ラットレイによる民族史の差し絵。18世紀末以来サドザイア朝は内乱状態に陥り、カンダ・ハールを拠点とするバーラクザイ部族が勢力を伸ばした。バーラクザイ部族はサドザイア朝で最小を出す部族であり、勢力拡張を嫌った。 カームラン王子が1818 18年に部族の超ムハンマド・アズイームを殺害すると、バーラクザイ部族は各地で反乱を起こし、サド動材朝は事実上崩壊した。ムハンマド・アズイームの弟であるドースとムハンマドは1826年にカーブルを掌握し、ハーンを称して韓国を建国した。しかし、その後もしばらくは彼の2位。 コハンデル・ハーンがカンダ・ハールを本拠とし、カー・アム・ラン王子と最小ヤール・ムハンマド・ハーンの、サドウザ・ヤサ・ザンゾン勢力がヘラートを本拠として、アフガニスタンに定立する状態が続いた。こうした対立は、統治を支配下に置こうとするイランの動向や、ロシアとイギリスの対立と結びついた。1835年、ドースト・ムハンマドは、君主の称号をアミールに変えた。 ドースト・ムハンマドのロシアへの接近を警戒したイギリスは作動台朝の復興を目指すシュジャーシャーを支援してアフガニスタンに介入。ドースト・ムハンマド派案・ハーンはイギリスによる逮捕、追放などを経ながら1843年に復帰し、その後20年間アフガニスタンを統治した。1855年にはイギリスとの友好条約を締結し、 インド大反乱ではイギリスを支援した。国内にあっては、コハンデルハーンの死後の混乱に乗じて、カンダハールを占領。1863年には、作動イ家の手にあったヘラートを併合し、現在のアフガニスタンの勢力範囲をほぼまとめ上げた。ドーストムハンマドハーンの後を継いだシールアリーハーンは、同族間の紛争に直面した。1878年には、 シール・アリーのロシアとの接近を危惧したイギリスからも宣戦された。シール・アリーの後を継いだヤークーブ・ハーンは、イギリスとの間にガンダマク条約を結び、イギリスの保護国となることを認めたものの、アフガニスタンの抵抗は強く、ヤークーブも退位した。妥協を図ったイギリスは、シール・アリーの老いにあたるアブズレッダ・フマーン・ハーンを、保護国アフガニスタンのアミールとして認めた。この際、 ガンダマク条約が確認され、アフガニスタンの南東国境が確定された。ただし、その後も、イギリスとアブドゥラフマーンハーンを認めない抵抗は、続き、1880年には、マイワンドの戦いにおいて、イギリス軍がアイユーブハーンに大敗を喫した。アブドゥラフマーンハーンは、中央集権を推進したが、一方で抵抗も根強く、イランに亡命したアイユーブハーンとの戦いも、 行われた。アブドゥン・ラフマーンの孫にあたるアマーヌ・ラー・ハーンは王族間の内紛を制して即位すると第一次世界大戦での疲弊を捉えてイギリスに宣戦線。ラーワル・ピンディ条約が結ばれた結果アフガニスタンは外交権を回復し完全独立を達成した。アマーヌ・ラー・ハーンは急進的な改革を進め1926年には君主の称号をシャーに変え アフガニスタン王国となった。しかし急激な改革は、聖職者階級の反発を招き、1929年に、アマーヌラー・ハーンは王位を追われた。各地に戦勝者が乱立する混乱を収集したのは、王家の暴流、ムサーヒバーン家のムハンマド・ナーディール・シャーであった。このナーディル・シャーと息子のザーヒル・シャーの二代を区別して、ムサーヒバーン長と呼ぶこともある。ムサーヒバーン朝では、 生殖社階級との妥協が図られ、パシュトゥン人色が強まった。しかしながら、このような態度は、旧新改革派の不満を招き、1973年、ザーヒルシャーのいとこ、ムハンマド・ダー・ウートがクーデターを起こし、王政を廃止した。最後の国王ザーヒルシャーは、アフガン国民統合の象徴として、現在も尊敬の念を持たれている。 アミール・アルムー国王バーラクザイアサの系譜国章は1919年に初代が制定され何度か変更されている。国旗も何度か変更されている。ありがとうございます。